できませんか。ちゃんと来てくれたのね、キリュウさん。あまり長いはしない。橘ってお豆腐から連絡が来るまでだ。それまでの間、頼む。もちろん。座って。とにかく頭の傷、手当てしなきゃ。レーナ、今錦がどうしてるか知ってるか。風間組の事務所に詰めているみたい。さっきも出入りしているの見かけた。なんだかすごく怖い顔してたけど。そうか、ならよかった。傷そこまで深くはないみたい。消毒だけするわ。ああ、さっき桐生さん、錦山君と兄弟の縁を切った。今の俺は堂島組全員に追われてる。そんなことだと思った。結局あなたたちって。錦山君はうちに来るとき、いつもあなたのことを楽しそうに話してた。私にはそんな仲間がいないから。何にしても俺はこれ以上あいつの荷物になる。キリュウさん、一応知らせとくけど、今日この店に刑事が来て、あなたに話心当たりある？ああ。時間切れ？俺には殺しの濡れ衣が着せられてる。それを立花が殺に手を回して、俺への捜査を押す。でも濡れ衣って。ああ、俺は桐生さん、誰か来る。今の時間、もうエレベーターは動かないはずなのに。奥の部屋に隠れて。堂島組をなめんじゃないよ、姉ちゃん。おら、出てこいや、キリュウ。この店はずっと張ってたんだよ、バカが。こそこそ隠れてんじゃねえぞ、おら。キリュウさん、ダメ、逃げて。やっぱり嫌がった。おい、応援呼んでこい、全員だ。へい。すまねえ、レイナ。ここに来ちゃいけなかった。キリュウさん、もうてめえの居場所はどこにもねえんだよ、キリュウ。キリュウさん、すぐにこいつらの仲間が集まってくる。待って、警察を呼ぶ。逮捕されるかもしれないけど。
無駄だ。ヤクザがここまでやるからにはサツが来たとこで引きはし、そんないればあんたにも迷惑だなんて。じゃあ迷惑ついでに一つ頼まれてくれるか。え？こいつを錦に渡してほしい。これは？それを渡してこう伝えてくれ。俺のために復讐するのだけはやめろと。組に逆らえばあいつは俺の二の舞になる。桐生さん、桐生さん。もう逃げらんねえぞ、キリュウ。ああ、だがこんだけ道連れがいりゃ寂しい思いしないです。バカ、まだまだ駆けつけてくる。どうあがいて地獄見んのはてめえだけだ。ほら、ぶっ殺せ。なんてやろ。兄弟頑固なやつだな、おめえ。いつかこうなるほど。だがもう、アバノ、立花の居所は後でじっくりお前の体に聞く。そいつは相手どこで
兄弟、手柄はてめえにくれてやる。ギリ、おめえが変わった立花どうしてんだろうな。ここんとこばったり姿消しちまってる。風間の頭もおめえを見報われねえな。今立花は必ず殻の一粒を手に入れる。俺はどんな目に遭うが、今ここで追い詰められてんのは俺だけか。知ったふうな口聞くんじゃねえよ。任せとけ兄弟、俺がすぐたっぷり楽しましてもらうぜ。くれ！Yeah!
い誰だ。もう見せぶちまけろ。なんだ桐生さん、乗って。立花早く。遅くなりました、桐生さん。あいにく車の運転は得意じゃないんです。しっかり捕まっててください。逃がせろおめえら。誰この野郎。くそ、逃げやがる。島組の締めて、なかなかあなたの状況がつかめず、おかげで自分で慣れない運転をする羽目に。あん苦手というか、いわゆるペーパードライバーっていうやつです、はあ、おかげで助かった。あんたが来なけりゃ俺は甘かった。自分はもっと強い人間だと思ってたんだ。それが今じゃ、俺が近くにいるだけで周りにセレナのまま風間と、結局俺はたくそれに気づかずにいたツケが。私があなたなら、そんなことは気にしません。私はね、桐生さん、自分のも私の育ってきた環境では誰もがそうしていました。金でも何でも使って、いかに周りの人間を利用。これはあなたのようなアマちゃんには遠い世界。ならさっき俺を助けに来たのも俺。あんた何。私は人を利用してきた結果として、ただし私の周りにいる人間もまた、私、あなたが自分をバカと言うなら、立花、あなたを守ってくれる人たちは、あなたが、その上、あなたは一度こ、そんな人間は、特に今みたいな、残念ながら、私はまだ、今のはシラフで言うことじゃ。あとにしましょう。この車はここで乗り捨てます。あの車は敵じゃありません。織田、この町にもわずかですが登場界の力が及ばない場所があります。これからそこへご案内します。
どうかしたのか。おい、橘。社長、しっかりしてください。社長。